市長さん、分かってるんだぞ。あなたが救援物資や義援金を着服して私腹を肥やしていることを。それは根も葉もない噂です。救援物資の配分は担当の者に任せているし、義援金は専用の口座に届いていて、私が自由にできるものではありません。おい、市長は救援物資や義援金を着服していたのか。いや、初耳だ。こいつの言ってることはなんだか怪しいな。なんだよこいつ、変じゃない。怪しいぞ。ならどうしてヘリポートにいるんだ。ちゃんと言ってんだろうな。後ろ暗いことがあって僕たちから逃げようとしているんじゃないのか。近隣の自治体との打ち合わせに向かおうとしていただけです。何も後ろ暗いことなどありません。おい、あんた、いい加減なことばっかり言ってるんじゃねえぞ。お前の言ってみることはどうもおかしいんだよな。さっきから言ってることが違うじゃないか。こいつがみんなを先導したんだ。何てやつだ。最初から怪しいと思ってたんだよ。人のことばかり言いやがって。見ろ、こいつ市長を人質に取ったぞ。なんて卑劣なやつだ。あなたの怒りもわかりますが、こんなことをしても、こいつ、どうするつもりなんだ。どうしてこんなことになるんだ。それはこっちが聞きたい。そうだそうだ。お前こんなこと言うのはおかしいじゃねえのか。いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。なんでさっきから適当なことばかり言いやがって。熊沢さん、助けてやるが5万円だ。払いな。
ほれ、払ってもらおうか。動かないでください。ここでデモ参加者が暴動を起こしていると通報がありました。おい、ここだ。市長を人質にして暴れていたのはこいつだ。庁舎に隣接した避難所では、市長が手配した帰宅支援の準備が進められていた。先ほどまで庁舎になだれ込み混乱していた人々は、いつの間にか落ち着きを取り戻し、安堵の様子で準備された車両に乗り込んでいる。人質であったはずの市長自身が弁明してくれたこともあり、小言を言われた程度で済んだ。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は自分さえ助かればいいんだと思っている。